ヨハン,フリ,リン,ン,ヨハンフリードリヒホンブラントヨハンフリードリヒホンブラントはドイツの医師、動物学者、植物学者、ユーターボークに生まれ、ビッテンベルクのギムナジウムとベルリン大学で学んだ。1828年からベルリン大学で志向師となった。1831年、彼がロシア語で発表を行ったサンクトペテルブルク科学アカデミーの動物学部の取締役に任命された。 またブラントは、博物館に、標本のない固有動物の収集を推奨した。セベルツフ、プルジェバリスキー、ミッテンドルフ、シュレンク、グスタフ・ラッテラの探検で、多くの標本が到着し始めた。彼は、ロシアの北米太平洋岸の探検家によって、集められた、ベイリングシマウ、赤足ユ指カモメ、メガネケワタガモといった鳥を報告した。また、彼の名は、 ブラント法髭ウモ森とブラントハリネズミにも付けられた。ブラントは昆虫学者でもあり、昆虫と安デが専門だった。彼はエストニアのメレキュラで死んだ。ブラントは植物の学名で命名者を示す場合にヨハンフリードリ・ヒホンブラントを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズにはヨハンフリードリ・ヒホンブラントに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズには ヨハンフリードリヒホンブラントに関する情報があります。ありがとうございます。